毎年9月1日は防災の日です。また防災の日を含む8月30日から9月5日までの1週間は防災週間です。過去の災害の教訓を風化させることなく、私たち一人一人が災害に対する防災意識を高める必要があります。災害に備える際には、どのようにして自分の身を守るかという自助の意識、自分たちの町は自分たちで守る共助という助け合いの意識、また自治体や警察、消防などによる公的な救助・支援を指す公助の3つの要素が大切です。災害から身を守るためにどんな備えが必要なのか、家庭や地域で話し合ってみてください。今回は自助と共助に着目します。まずは自助におけるマイタイムラインの作成です。マイタイムラインとは、気象情報に応じて避難行動を家族で共有しておくことで、状況に応じた避難行動の意思統一を図るものです。表の右側では、自宅の災害リスクの確認や避難場所、情報入手手段、非常用持ち出し品などを確認します。続いて左側は、気象情報に応じてどのような行動をすべきかをまとめたものです。平常時は災害リスクの確認、早期注意情報で非常用持ち出し品の準備、警戒レベル1、2で今後の気象情報を注視します。警戒レベル3、高齢者等避難では、高齢者や障害者など避難に時間を要する方は避難し、警戒レベル4、避難指示では、災害が発生する可能性がかなり高いことから、危険な場所から全員避難してください。警戒レベル5、緊急安全確保は、すでに災害が発生しているか危険が切迫していることから、直ちに安全確保を促すものです。なお、マイタイムラインについては射水市のホームページから確認できますので、ぜひご家族で話し合ってみてください。マイタイムラインの作成を通して、自宅の災害リスクや最寄りの避難所のほか、避難するタイミングについて検討し、災害に備えて命を守る避難行動を取れるようにしましょう。続いては非常用持ち出し品についてです。非常用持ち出し品は、避難するときにすぐに持ち出す必要最低限の備えです。小銭、携帯ラジオ、懐中電灯、非常用食料などをリュックなどにまとめて、すぐに持ち出せるように準備してください。男性なら15キロ、女性なら10キロほどを目安にしましょう。これらの他に、持病の薬、メガネや入れ歯などが必要な方は、それぞれすぐに持ち出せるようにしておきましょう。また、非常用持ち出し品は、家族の役割分担を考え、一人一つずつ用意してください。続いては、非常用備蓄品についてです。非常用備蓄品は、水道やガスなどライフラインの復旧や救援物資が届くまでの間、避難生活に必要なものです。水、カセットコンロ、下着や衣類などの生活用品、食料などを最低3日から1週間程度準備してください。この中で食料を備蓄する上でのおすすめの方法をご紹介します。その方法とは、循環備蓄です。非常用の食料備蓄というと、缶詰やレトルト食品ばかりが思い浮かびます。しかし、それ以外にも米や餅、野菜など普段口にしている食材を活用して家庭で備蓄することもできます。循環備蓄は、特別に食料を買い揃えるのではなく、普段使う食材を多めに購入し、賞味期限の早いものから順に消費して、消費した分を再び購入するという備蓄方法です。この方法を用いることで、非常時の食料に対する抵抗感の軽減や、安定した食料備蓄を可能にします。非常用持ち出し品や非常用備蓄品は、各家庭で準備するものや量が違います。
家族構成や人数を考えながら家族で話し合って備えてください。次は共助についての活動をお知らせします。共助では地域を知るといったことが重要になります。画面の二次元コードから射水市の各種ハザードマップや指定避難所を確認してみてください。また皆さんがお住まいの地域には自分たちの地域は自分たちで守る共助という意識・連帯感を持って活動する自主防災組織があります。この自主防災組織を中心に災害時に地域で効果的な活動を行うためには地域の皆さんが地域の危険箇所や避難所および避難ルートを知り共通の認識を持つことが大切です。日頃から地域コミュニケーションを深め地域に住む高齢の方や体が不自由な方を把握しておきましょう。次は地区防災計画の作成について説明します。地区防災計画は地区居住者などにより自発的に行われる防災活動に関する計画で、海岸部や山間部など地区の特性に応じて過去に起こった災害で得た教訓をもとに具体的な対応策などを盛り込める計画です。地区防災計画の作成は平常時から話し合うという特徴から地域コミュニティの維持にもつながります。災害時にお互いを助け合うことができる関係づくりのためにも日頃から顔を合わせる機会を作りましょう。最後に射水市公式 LINE やメール配信サービスでは大雨警報などの気象情報や市の防災情報を配信しています。ぜひご登録いただき情報収集に活用ください。画面の二次元コードやホームページから登録することができます。